んなところで会うなんて奇遇だね、かなこちゃん。あ、誰？え、昨日会ったよね。あ、もしかして忘れちゃった？あ、思い出した。ほう、昨日行ったファミレスの店員でしょ？違います。じゃあスーパーでレジ打ちやってたおばちゃんだっけ？これでもピチピチの女子高生です。ピチピチとか言ってるやつが女子高生なわけねえよ。田村まなみだよ。ほら、きょうちゃんの幼なじみの昨日会ったでしょ？おお、そういやいたっけ、そんなやつが。思い出した思い出した、あの妙にうさんくさかったやつか。私ってうさんくさいんだ。きょうちゃんにはお前って本当に普通だよなってよく言われるんだけどな。普通のやつなんてこの世にいるかっつうの？いるとしたら普通のやつじゃなくて普通っぽいやつだけだろ。面白い考え方をするんだね。でも私も同感かな。なんか苦手だこいつ。今日は夕ご飯のお買い物？うちはね、今晩イワシの照り焼きとごぼうを甘辛く煮たのがいいかなって。聞いてねえし。あと玉ねぎのお味噌汁と、あの、ん？料理得意なんすか？普通だよ。でも自分で作ってるんすよね？うん、今日はお店が忙しいから私が作るつもりだよ。お店やってんすか？うん、和菓子屋さん。うん。どうかした？うん。何か困ってることがあるなら力になるよ。なんでそんなに親切なんすか？あたしら昨日会ったばっかなのに。キャーちゃんの彼女さんなら私にとっても妹みたいなものだから。それがわかんねえっていうか、どういう関係なの京介と？長い付き合いの仲のいい幼馴染だよ。それじゃあ納得できない？できないし。そっか。でも力になりたいのは本当だよ。きょうちゃんのことを抜きにしてもおせっかいをしてあげたくなっちゃう顔をしてるもん、今のかなこちゃん。そんな顔してるかも。あの、ん？教えてほしいんすけど。ごめん、なんて？私に料理教えてください。